苦労人、クールトリーヌについて、岸田国夫。我が家の平和の作者、ジョルジュ・クールトリーヌは、私の最も好きな近代劇作家の一人である。彼の名は、パリにおいて、甚だポピュラーであること。我が菊池寛氏の東京におけるそれのごとく、彼の芸術の特徴は、我が柳屋古参、そして我が 岡本一平氏のそれに似たものがある。軽妙で辛辣でどこかとぼけたところがあり、痛快味と温かな情味とが程よく入れ混じり、パリ生活のあらゆる感情のニュアンスを心憎きまでに捉えている。この我が家の平和は彼の傑作の一つで、国立劇場コメディーフランセーズの上演目録中に加えられているので、 私もその舞台を見たことがあるただこういう脚本を演じるために比嘉の俳優はあまりにその素質において異なっていると思うが当教会の石井寛君は比較的喜劇に適しているし花柳晴美君もこの役なら持ち前のハツラツさを生かしうるだろうと思ういずれにしてもこの作者のものはまだ日本の舞台にのぼせられたことはないのだから 進撃に興味を持っている人はもちろん、傾向等の点から、これまでの進撃に飽きたらない人は、ぜひ一度、今度の出演を見に来てほしい。このファルスの演出については、私はもちろん責任を負うつもりであるが、元来、見る芝居の要素よりも、聞く芝居の要素を多分に持っている、この作者の作品。 最近、パリラジオ界の消息によれば、ラジオドラマとして放送された脚本中、この作者のものがその数において第一位を占めているそうである。分けても人物は二人きりというこの脚本の内容は、主としてセリフの妙味に尽きているのである。演出の上で、もしどこかに欠点があるとすれば、それは私の不注意、不熟練にあるのであるが、 もしまたこの舞台が成功すれば、それは言うまでもなく俳優の手柄である。日本でもそろそろ青年の文学のみでなく、壮年の文学が要求せられている。進撃の方面でもそういう要求を満たしていかなければなるまい。ところが壮年の文学は、とかく生活の弾力を欠くか、空想の翼を折られているかしているものが多い。 我がクートリーヌは青年と共に交渉し、壮年者と共に苦笑し、老人と共に微笑する体の苦労人であると同時に、その奔放自在なファンテージーは人生の悲痛な反面を描くに際しても、常にほがらかな心境と豊かな生活力を反映させている。老若男女を問わず、卑しくも人生を批判する興味を興味とするほどのものは、 あげて彼の作品に傾倒するゆえんである。